はい、朝日、奄美大島、台風第2波直撃中でございます。一回沖縄の横をこう通り過ぎて、また戻ってきて、今奄美を直撃ですね。で、今なんですけれども、台風の目にちょうど奄美大島が入りまして、でっかい台風なんで奄美すっぽり入りましてね、雨風がやっぱピタッと止まったんですよね。なので、今しかないっていうことで、恒例の台風二郎やっていきましょう。そしたらまずは、返しから作っていきましょうね。まず醤油、キッコーマン特選丸大豆醤油ですね。僕はこの醤油が一番好きです。これをちゃんと測って、300ml 入れます。続いてこちらみりんですね。まあみりん風のでもいいと思うんだけれども、本みりん使いましょう。これが100です。ぴったり測ります。そしたら粉系調味料のターンですね。こちら味の素、これが1袋で 50g、 50g 全部入れます。こりゃ決まるね。これを入れなきゃ始まりませんよ。続いて塩です。沖縄の塩シママース、これ 30g で、これがもらったもんなんだけど、喜界島の黒糖です。これも30。ニンニク。で、このニンニクみじん切りも適当に、ボン。もうちょっと、ボン。で、火にかけていきます。中火。で、粉系の調味料をこう混ぜて、よーく溶かしてやって、で、こうふつふつしてきたかなーってぐらいで火を止めます。醤油の香りが飛びすぎないようにね。で、あとはこのまま冷まして、ニンニクのエキスが出るのを待ちます。そしたら冷めたんで、これをこしていきましょう。はい、これで至高の返し完成です。これがラーメン以外でも普通に醤油として使っても美味しいです。刺身とかチャーハンとか炒め物とかね。そしたらスープ取っていきましょうね。今日の柄がですね、北海道十勝産の豚です。で、これがこういう背柄とか、あとこういう原骨、もともと割ってあるやつです。で、こちらを下処理もしない、アクも取らないで、圧をかけてがっつり煮込んでね、ドパンチスープを作っていきましょう。よいしょよいしょ。最初強火で、シューッと吹いたら弱火にして30分。はい、30分経ちました。はい、30分炊いたものがこちらになります。したらばですね、こう崩してやって、もっとスープがよく出るように、で、こういう骨髄の中のものをほじほじして全部スープに溶け込ませていきます。で、ここに香味野菜入れていきますね。まずネギの青い部分、キャベツの芯、生姜とニンニクです。生姜はあんま入れない、生姜臭くなるのあんま好きじゃないんでね。よし、これでさらに1時間圧かけていきます。よし、1時間経ったものがこちらです。よいしょ。おお、あ、だいぶ仕上がってきたね。これ素晴らしいですよ。うん、そしたらここでチャーシューも煮ていきましょう。豚の肩ロースです。チャーシューはね、俺一番肩ロースが美味しいと思うので、炊く時間は20分ぐらい。あんまね、30分とか炊くともうなんかボロボロのグズグズになっちゃうんだよね。ちょっと肉感残したいんで20分ぐらいです。はい、20分。 OK。 はい、オープン。よいしょ。おー、だいぶ仕上がったね。あ、いい感じ。チャーシュー、ちょっと肉感残ってるけど柔らかいみたいな。したらチャーシューはさっき作った返しでつけときます。ドボドボーっと。はい、 OK。 これでチャーシューに味が入るし、返しにも肉の出汁が出て返しも美味しくなるというね。したらここでスープこしていきましょうね。あおう、もう出尽くした感あんな。出てんね。しゃ、したら仕上げ、背脂いっちゃいましょうか。もう背脂はケチらずに、もうボンボン入れた方がいいからね。もうボンボン入れるから、まだまだ、ほら、もうやべえほど入れるから、ほら、まだまだ、さらに、はい、おまけ、封印。
これで30分間背脂を処していきましょう。はい、30分。で、背脂煮てる間に具用意しちゃおうね。まずもやしで、キャベツ。まキャベツはそんなに多くなく少しで。野菜はこれで OK。 はい、チャーシューもバッチリ使っております。ちょっとひと手間でございます。しゃあ、はい、オープン。しゃあ、決まってんな、こりゃ圧倒的だ。で、さっきの返しで味付けしときましょう。最後仕上げ、強火でガー沸かして乳化させます。はい、スープ完成です。そしたら仕上げていきましょう。返しがね、15の30の40ぐらいで。野菜入ります。野菜上がります。麺入ります。2玉。スープ入ります。麺上がります。ニンニク入れますか？全部マシマシ寿司油でお願いします。はい、というわけで完成です。ちし次郎でございます。はい、素晴らしい出来ですね。そしたらいただきます。ちょっとまずは野菜から攻めていきましょうね。このブロック油と一緒に野菜を一気にかき込む。すぎる。このブロック油を持ってきて、こう野菜とこう一緒くたにして、これ一気にいく。あっくっ、うんふん、マジでメスね。メしてしまう天に。そしたら麺を掘り起こしていきましょうか。よいしょよいしょ、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 重たい。あかっ。今回もいい出来。今までの中で一番よくできたかもしれない。で、こちらが炙りにしたチャーシュー。うん、いい出来だ。ちょうど肉感と柔らかさの
いいとこ取りをしてる。で、今日飲み物がこちら、ごま麦茶。やっぱ油もんにはお茶でしょう。皆さん乾杯。マジジローの時の茶うめえ。したらば、麺と一緒にこの油もつかみまして一緒にいく。脳に直接来るね。で、ここらでこう隅にあったニンニクをこうやって混ぜてちょっとこう味変していくっていう感じね。ちょっと邪魔よつな、今トータン戦闘中だから。つな、ガリクソンしないの、ガリクソンしないの。うん、さすがにしんどい。あー完食。さすがにスープまでは無理だわ。だってスープこれだもん。はい、というわけでごちそうさまでした。とっても美味しかったです。片付けも終わりました。というわけでまた台風の時に台風二郎でお会いしましょう。この島の香りよ、この波の歌よ、島に帰らん仲間もいるけど、潮風に愛が震えてる島、海と共に忘れないでいてくれよ、帰って。